ローレンス・ラリー・ギリアード・ジュニアはアメリカ合衆国の俳優である。HBO のテレビシリーズ、ザ・ワイヤー、ザ・ワイヤーのディアンジェロ・バークスデール役で知られる。ニューヨーク州ニューヨークで生まれる。7歳の頃に家族でメリーランド州ボルチモアに移る。当初はボルチモア芸術学校とジュリアード音楽院でクラシック音楽を学んだが、後に俳優志望となった。 1991年にインディペンデント映画ストレートアウトオブブルックリンで映画デビューを果たした。彼はアメリカンアカデミー・オブ・ドラマティックアーツとステラードラー・コンサバトリーで演技を学んだ。テレビシリーズローアンドオーダー犯罪心理捜査班ホミサイドー、殺人捜査課ニューヨークアンダーカバー CSI ニューヨークなど不良の役に頻繁にキャスティングされた。 映画では、ウォーターボーイ、ギャング・オブ、ニューヨークなどに出演した。舞台俳優としても活動しており、ピューリッツァー賞受賞作、トップドッグ、アンダードッグにも出演した。2013年より、ウォーキング・デッドの第4シーズンからレギュラーキャストに加わる。女優のミシェル・パレスと結婚した。ありがとうございます。